はい、皆様おはこんばんにちは、おついちでございます。それではおついちのおついちブライブボリューム196回目前半戦、鬼の鳴く国前半戦やっていきたいと思います。さて前回の続きですけども、強靭ザレを倒してで、戻ってくるとまたなんか音が大きくなってる系な話が、で第1章の第3幕なんでまだ序盤みたいですね。で街に響く不気味な音は日に日に大きくなっていた。そんな中幾智森の召集がかかり、加賀地は命の下段か、向かう。また召集、定期的に召集がかかる、ね、準備はもう大丈夫。おお、すげえ集まってる。礼王か。聞け。以前申し伝えた通り、輪廻転生の断りに反する言動の取り締まりを強化する運びとなった。良いか。手始めに疑わしき商売を摘発する。違反する者を捕らえよ。え？うん？ああ、無論だ。抵抗する者も対象だ。いや、なんかちょっと行くともり嫌われちゃうかなって構わぬではないか。挽回の機会をいただいたと思え。このところの不祥事のおかげで、まあどっかの誰かのせいだな、国主様は嘆いておられる。そうであろう。まったく。行くともりによる犯罪、規律違反、あげればキリがない。それに魔物の被害も増えている。これはお前たちの怠慢ではないのか。言われてますね。それは、いやー、それはあんまりじゃねえかな。何？なんだと。お、お父さん。ここで先輩が。なあ、輪廻転生の断りが大事だってことはみんな分かっている。いや、人としてできる限りのことをやっている。心を削っても死や思いに寄り添っているんだ。誰にもとがめられることじゃない。はいはい。あんたら国主親子、ああお母さんなんだ。霊王って、霊王は息子なんだ。ははん。この国のためでもない。俺たち幾智が誇りを持つのは人が人であるためだ。そうか。ふん。やばい、一触即発。お前たちが仲間思いなのはよくわかった。せいぜいお互いの足を引っ張り合わないことだ。言われちゃってますね。よし、みんな悪かった。俺が雰囲気悪くしてしまったな、すまん。さて、今はやるべきことをやろう。まあ、それでももしこの国への忠誠が揺らぐようなら、その時は共に考えよう。よし。くし、いいね。ちゃんとまとめてますね。輪廻転生を食い物にしている商売の摘発にかかろう。だが、くれぐれも暴力は振るうなよ。お前は？九条は、お守り売りのところを頼む。ああ、前回出てきたやつだね。え、うちあそこのお守り持ってるんだけど。なんだ、なんか言ったか。いえ。何でもありません。二人は、ヨーガとウーコンは希望の船の電池をしょっぴけ。あいつら孤立にまだ続けてやがるんだ。まだやってんだ。はい、了解しました。俺らは、俺らは何すればいい。レベル上げたい。それとで、お前らはちょっと別の任務だ。はい。別の任務。実はこのところ失踪事件が続いている。しかもそいつは女性に限られている。失踪した女性を探してほしい。はあ、はあははあ、俺たちが探すことがどういうことか分かってるよな。つまり死んでいる可能性があるということか。ああ、あくまで可能性だかな。加賀地、お前にはジョダという男を当たってほしい。そいつは何者なんだ。それは一応容疑者だ。失踪した女性たちと会っているところを目撃した者がいる。
南東の路地にある家に向かってくれ。任せろ。わかった。それとマユラ、お前は迷いとの聞き込みだ。はい、頼んだぞ。はいよ。南東の路地、南東の路地ね。武器士、あーやっと来たわ。武器士の機能が解放されました。ニート市街地の中央広場の外れにある武器士の工房で武器の強化やカスタマイズを行うことができます。今後の厳しい任務に備え訪れてみましょう。はーい、訪れるしかないでしょう。やっとだよ。武器士、武器士、ちょうど術式の準備が整ったところだ。武器は持ってきたが強化してやろう。強化、武器の強化、不要な武器を素材に使い武器の強化をすることができます。武器の最大値は素材に影響しません。どんな武器を使っても構いません。はあ、あ、ほんまや。あー、結構捨てちゃったぞ俺捨てちゃってんだよな。今装備してんのこれか。未強化、強化、影石、基本強化、これを強化する。いらないやつをマックス。はいはいはい。あー、影石ついてるやつはちょっとあれだな。いらないやつを使うか。例えばマックスで、オプションで強化する、強化する。はい、ポイン。おお、攻撃力増えたわ。へえ、攻撃力増えてんね。影石か。影石の装着、影石の装着、影石を装着することで武器に様々な効果を付与することができます。同じ種類の影石は同時に装着することはできません。また装着した影石は外せません。別の影石を装着することで上書きすることができます。なるほど。これに、あー、まあいいや。例えばザーフ初期同調率を、あー、なるほど、これに当てられるのね。小さい敵に攻撃した時の攻撃力が上昇する。なるほどなるほど。武器毒付与、毒付与とかいいよね。麻痺付与とか。回復力、回復力が上昇する。帰国時の防御か。これ何なんだ。最大ヒットポイントが上昇する。鬼玉が出現しやすくなる。あー、でもこの辺はあれじゃない、まだ取っておいた方がいいんじゃない。初期同調率か。初期同調率よりはそうだな。しかもつけられないんでしょ、1個しか。まだまだもったいねえ気がしなくもないが。もったいねえな。変換って何、錬成の代償を差し出せば変換してやろう。交換、変換、うん。変換は錬成によって武器や影石のありようを変化させることができます。不要な武器、影石を使って変換候補の変換値を満たしましょう。変換候補は敵を100体倒すごとに更新されます。はあ。ん？あー、もらえるってことか。とりあえずまだいいかな。とりあえずいらない武器をどんどん拾わないとダメだね。この間捨てちゃったよ。もったいないことしたな。そういうことか。武器は捨てちゃダメだね。後半に一体なんかやった方がいいよな、絶対な。イベントです。なぜ、お前なぜここに。それは迷い糸になっちゃった子に会ったの。犯人許せないよ。まったく。容疑者を殺すなよ。
もしもし。おい、誰がいるか。はいはい。はいはい。はあ、人殺しそうにないけどな。なんだ、違うじゃないか。なんだ。誰です？行くともりだ。ちょっと話がある。いえ、僕にはありません。さよなら。おい、あいつどう見ても怪しい。少し様子を見るか。ええ。誰かを待ってたって感じね。少し待ってみようか。忍び方、何こいつ、超怪しいじゃん。あ、誰が来た。あー、超怪しい。聞こえないね。いや、待ってたよ。よろしく頼むよ。じゃあ僕はちょっと出てくるから、あとはよろしく頼むよ。どういうこと？ついてった方が良さそうだな。家を抑えるか、あいつを尾行するか、ね、どうする？よし、お前はこのまま見張れ。俺はジュダの後を追います。見失っちゃうよ。了解。へえ、追いますかね。なんだろうね、あいつ。あ、いるな。なんだろう、あの黒服は。女の人に話しかけてまた去っていったな。どうも、ちょっと話を伺いたいんですが。おい、男に話しかけられていたな。何を話した？え？メイドさん探してるって、働きに来ないかって誘われたの。何？メイド？まあ、私は仕事をしてるから断ったけどね。それがどうかした？いや、なんでも。ん？やはり、あの家何がある。この隙に家を探るか。怪しいね。そのメイドに雇って、あれかい、数々の犯罪を犯しているのかい。なんでまた女性なんだろうな。あれ、マヨラがいねえ。マヨラのやつどこ行った。やべんじゃね。あいつ誰もいない。さっきのやつを尾行してるのか。とりあえず家を探っちまおうぜ。開いている。責任は苦心でも押し付けるか。お前。誰もいねえ。なんだ？なんだ、ここは。蘇生術。気な臭いことこの上ないな。あれ、リンネ。ねえ。誰かいるよ。お？何？誰か、うん、この部屋にも迷い人がいる。ほほ、世界を変えるか。世界渡りするぞ。いるね。見逃さないことね。やっぱりあいつが犯人なんじゃん。お前は。あんた何者だ。私はエミリア、ジュダの妻でした。はは。なぜ、なぜ行かない。旦那に見れんか。それは彼を止めたいのです。何？止める。はい。
夫は私を蘇生させようとしている。そのために罪のない人たちの命まで。ああ、そういうことなんだね。なるほど。そういうことか。俺が止めてやる。あんたへの未練も断ち切れ、断ち切らせる。あの家のどこかに地下への入り口があるはずです。私も一緒に連れて行ってください。彼の研究所へご案内します。わかった。頼む。地下室、この後ろだろう。どう考えても怪しいな。怪しくない？リンネなんかない？リンネ入れない。そこ後ろ無理？世界渡りするぞ。あ、そうか。変化を見逃さないことね。ほい、なるほどね。また地下だ。へえ、こんな市街地の中に水道か下水か。下水だね。ここなら安全。とりあえずな。いる。なんだお前ら。崩す。崩す。切り込む。ケイ。森玉で安くなってるからね。お、やる。ケイ。あ、それに出てきた。逃さない。切り込む。取れるわ。崩す。ケイ、武器出せ武器。私には武器は大量に必要なのだ。この調子なら大丈夫。爆発しないでよ。崩す。逃げてない。やるぞ。ここ。OK。崩す。ボガー。切り込む。うん、強い。さすが、1段階目強化だけでもかなり強い。気を感じる。思い糸を見つけて早く縛りを解除しないとな。へえ、回復重要よ。相手が悪かったな。なんとか片付いたかしら。ゲイ。あー、すごいいるじゃん。力になろうか。やる。だそう。だそう。うわ。うわ。お、斧が出たぞ。結構広いな。開いた。重いと。先を感じる。叩き潰す。オッケー。やば。いけ。やったぞ。ダウンしたところに。チー。強いね。火力あんだよな。でもノックバックしないんだよな。そこよな。射撃面のお腹。で。いいって。ああ、段差で当たんない。なんてこと。癒し砲を使う。早っ。くらえ。そこ。終わりでいい。あ、終わんねー。なかなか、なかなか強い。はいはいはい。強いんだから、もう本当に。この調子で行くぞ。先に進みましょう。
ノックバックしねえかんな、強いな。武器変更、気絶耐性、はあ、気絶耐性かな。お、これ強そうだな。ヘカトンケイル強そうだね。強そうだねっていうか強いね。これだと影石用のスロットも1個ついてたな今な。2でしょ。あと何手に入った。アイーシャはまだでしょ。ザーフ3。はあ、なんかついてるね。生命力か、こっちに変えとくか。ディア一気当選付きだ。一気当選よりは技強化かな。で、この辺がじゃあ解放できるのかな。ちょっと表1回もうちょっと調べて、はいはいはい、これぐらいのエリアにしといて。なかなかだよね。結構広いねここね。上にもある。先を感じる。ああ、ここにも重いといるな。重い主か。大抵あの類ってノックバックずるい。重い主倒せれば外すよ。解き放ちます。リテこの時アイシャが切り込む。動いてないぞ。痛っ。危な。早く回復しろ。ふい。崩す。ケイ。影石や。まだ倒れるわけには。回復使っちゃう。あんまり壺とか壊しても何も出ないんだよな基本な。縛りを解除。あら、いっぱいいらっしゃる。およる引っ掛けます。ガード時攻撃反射ウィル系か。サンキュー。ケイ。影石。ビル。思いっきりやっちゃうよ。思いっきりやっちゃうよ。ほら、ガードしてこいよ。してこいよ。攻撃してこいよ。攻撃しないんか。だそう。だそう。力になりましょう。今度は攻撃を受けてみます。私の剣さん、ご覧に入れるわ。ご覧に入れるわ。で、戻るか。魔物がいる。気をつけて。はよ。行こう。力になろうか。微妙じゃない。あ、しかも麻痺で技使えねえし。最悪。いやあ、いいよ、これ。けえ、あんまりだな。そんなびっくりするほど反射しないな。今のうちに準備しよう。
刀の錆になりたいのかしら。宝箱。攻撃力いいですね。単純に攻撃力とかは使えそう。殺気を感じる。はっ。やれるわ。なに。逃がさない。ほっ。ふっ。あれ使えない。やるぞ。ケイ。世界を変えるか。世界の特性を生かせれば。世界の特性を生かせれば。でここでいいのか。縛りを解除。力になろうか。行け。だそう。オッケー。こいつら鬱陶しいな。やだ。爆発やだ。さあ、すべてを貫いてみせましょう。気をつけて。よいしょ、ジャンプ。いや、力になりましょう。イエス。私の剣線、ご覧に入れるわ。いいぞ。クリオでは壊れないから。はーい。冷静に突っ込まれる。なんかいる。切り込む。いや、力になりましょう。撃ちます。いいね、強いね。これなんだ。なんかあれだね、ガードされてて結界を張られてる。お、思いと迷いとか、迷いと行くともり、思い主か。はいはいはい。あなたは行くともり、いいところに来ました。私を殺してください。なんだと。私は家族のために犯罪に手を染めてしまい、行くともりに罰を下されました。今ではそのことは納得しています。しかし家族への思いは募る一方です。妻や娘と会ったとしても私の未練は晴れない。だったら殺してほしいのです。魔物がいる。気をつけて。何お前。ありがとう。ケイ。迷いと救済した。救済救済。あ、これで。なるほどね。結界が解かれんの。なんかいい武器。不動斬り。はい。はい、見る。はい、見る。不動斬り。43から45。強いじゃん。あ、これ強化した方がいいな。不動斬りにしよう。私の剣線。お、かっこいい。ご覧に入れるわ。魔物がいる。気をつけて。はっ。くずっ。ケイ。はっ。さあ、押してまい。はっ。刀の錆になりたいの。潔く行け。ケイ。さあ、お呼びとあらば。お呼びです。今です。アフさん、ここは別の宝石もおかしいんだ。ケイ。ザーフ強いな。ザーフ判定してる。やっぱり魔物がいる。てる。もらった。いいや、力になりましょう。いてて、いてて。バカ野郎じゃない、ほんと。刀の錆になりたいのかしら。壊れないから。あれだな、帰国じゃねえや、鬼人をチェンジした時に
チェンジしたやつを攻撃でなんかキャンセルできるっていうのがあるから、それを覚えないとあれだな。それを覚えれば切り替わった瞬間に多分相手が悪かったな、技を使えばそれをキャンセルできるはずだ。ね、やっぱりザーフさん強いね。世界渡りするぞ。変化を見逃されることに。おお、なんだ。あっ、ぶっ。はっ。はっ。逃がさない。はっ。切り込む。はっ。崩す。へい。はっ。こいつ嫌いだな。逃げない。うん、逃げるね。やるね。お前らは小さくて見えないんじゃ。へ。切り込む。気をつけて。おいよ。されるわ。崩す。ケイ、回復。よし、使った。立て直す。立て直します。世界渡りするぞ。変化を見逃さないことに。この先もまだいけるね。探してみましょう。ただ一応うつしおモードにして、うつしおの敵をまず排除してしまいたい。たい。いざ。すべてを散らす。仕掛けます。はい。相手、はっ、心得た。じゃ、魔物がいる。気をつけて。勝て。OK。こっちにもいる。嫌なタイプ。射撃に行くぞ。やーべー。くらえ。痛いですね。あ、痛いですね、これね。死にますね。殺気を感じる。ふい。近寄らなきゃ動かないんだな。これでマップを見ると、あー、表は大丈夫だ。世界渡りするぞ。効果はありませんか。わかりません。お呼びです。ザーフさん出番です。はあ、ザーフさん出番です。はい。逃げさん。ここは物理法則がおかしいな。はい。ケイ。頼むぞ。じゃあ。もらった。ああ、なるほど。相手のカードもそうか、相手ですよね。はっ、はっ、心得た。はい。ほい。世界渡りするぞ。変化を探してみましょう。お、なんだ。面影。うつしおでは稀に影のような形で面影が出現することがあります。影を踏んだ状態で、隠れように、遷移すると影から特殊な魔物が出現します。この魔物を倒すと様々な報酬を得ることができます。へえ。世界を変えるか。世界すらも味方にして。はっ、強い。はい。何、
仕掛けます。はっ、強い気が早い。刀の錆になりたいのかしら。切り込む。あぶない、強い。やるぞ。ケイ、どうした。人差し気絶不要、技攻撃力、おお、いいね。影石結構手に入った。相手が悪かったな。なんとか片付いたかしら。はあ、強すぎだよ。おい、レア魔物みたいなもんだなあれな。戦うぞ。まあ、ああいう1対1はあれだね。っていうか帰国をね使えばいいんだろうけどね、なんかもったいなくて使えないんだよね。まあ使うか。急ぎよく行け。力を貸せ。封印を解く。切り込む。はい。はい。逃げたね。はい。崩す。ここまで切り法則もおかしいの。切り込む。まだです。逃げたない。はぁ、医者使いやすい。はぁ、医者使いやすい。切り込む。なんでこんな強いんだろう、この人。ダッシュってやばいよな、もう使いやすいもんな。魔物がいる。気をつけて。取れるわ。えい。はい、こんな感じ。これで表裏行ったか。なんもないよね、特に宝箱ないもん。クリオでは壊れないか。世界を変えるか。変化を見逃さないことね。変えるか。うわうわうわ。さあ押してまいる。せい。逃げた。もらった。頼むぞ。そうか。出ない。逃げた。ジャンプで逃げる。もらった。当たらない。この手は大丈夫。ぶねえ。ここられた。ロン。何気にヒットポイントがやべえ。逃げた。私の剣戦ご覧に入れるわ。よっしゃ、これで表と裏は全部回ったぞ。さあ全てを貫いてみせましょう。ザーフとアイシャがいればもういい。先を感じる。もういらん。すんごい回ってくんじゃん。仕掛けます。はい。射撃ならお任せに。はい。まとめてぶっ壊しやるぜ。
危ねおお解き放ちます殺気を感じるなかなか厳しいぞ相手が悪かったな回復しよう先に進みましょうそして全然ウィルを使ってないっていうなウィルな武器チェンジの後にいい技あるかあーまあダウンを取った後にウィルに切り替えてランページかなんか打つみたいな感じかないまいち組み込みづらいなぁ思い主いったそう叩きつぶあこれ無限に出てくるあまひですいいです力になりましょう信じられくらえほらクラウンかい刀の筋になりかねのくじ崩すてっよいしょちょっとレベル上げるレベル稼ぎやばいよねカゴメの中ではやばいなこれお呼びとあらばお呼びでござんすお呼びでござんすジャンプでござんすやっちゃうよ。もう切りやっちゃうよ。いけ。これは強いんだよな。これはね。あ、吹っ飛ばせるがまあいっか。いや。お。ああ、危ねえ。危ねえ。力になりましょう。けい。解き放ちます。ついつい。いいですよ。一気にやっちゃうよ。いけ。行くわ。だぞ。あ、痛いでしょうね。火力はある。さすがビル。火力はある。麻痺。麻痺。やばい。やばい。回復。麻痺うざい。やっ。うわやばい。けえ。鬼玉食べさせてもらうぞ。いけ。たそう叩きつぶごめんなさいごめんなさいあーごめんなさいすごいやばい私の作戦ご覧に入れるもういいか十分もう十分もう十分ですくずっケイふいやれるわ立て直す使っちゃいましょうこれで裏はいける表は表はもう終わりっぽいな切り込むは
イベントだ。しまった。おい、止まれ、ジュダ。お前は行くつもり？どうしてここが？な、何しに来た？聞け。頼まれたんだ、あんたを救えとな。救う、僕はとっくに救われてる。この研究が僕をエビレを救ってくれるんだから。お、なんだ、カガチみんないるの？何？みんな、いや、怒ってる人、恨んでる人、泣いてる人、たくさんの気持ちが流れ込んでくる。悲しみが、みんなあの人にひどいことされたって言ってる。苦しい、心が苦しいよ、カガチ。やばい、キャパオーバーじゃ。うーわー、何者だお前ら。そういうことか、待ってろ、解放してやる。お前、お前どれほどの命を奪ってきた？違う、死体にしたのは僕じゃない。僕は用意されたものを有効に活用しただけさ。ひどい、ひどい、なんてことを。お前は感じないんだな、ここに残された怒りも恨みも悲しみも。はあ？はあ？うっさいな、うっさいな。エミリアを蘇らせるためなんだ。あんただって大切な人が死んだ、そう考える。なあ、そうだろう。なんだこれ、なんかどん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 言ってるけど。なんだこの地雷は。なんだこれは一体。溢れ出てきてます、象が。象の塊です。あ、ボス戦。これは命を奪われた者の慣れの果て、もう送ることさえ叶わない。お前たちの思い俺に託せ、終わらせてやる。いや、単純にボス戦ってやつだよね。ボス戦ってだけだよね、これ。ボス戦ってだけだよね、これ。障害は排除するのみだ。縛り女。私と出会うのは祈りを捧げることしかできない。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。クラゲみたいなやつ。やばい、あれでやばい、絶対。はい、やれるわ。この調子なら大丈夫。崩す、逃がさない。おお、はは、何あれ。頼む。いや、やばい、毒。私の経験、僕はやばい。クリオネかよ。やらないとって感じか、これ。うわー、やべやべやべ。回復する。それやばいよね。やるぞ。甘ひも持ってるのね、なかなかですね。立て直しましょうかね。魔物がいる、気をつけて。分かってる。なかなかに。限界以上の力が使える。力の本流。切り込む。やれる。やばいだ。逃がさない。さあ、お呼びとあらば。お呼びです。どうぞ。ルル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 、突っ込んじゃった。いってー、危ない。
強化して強化したけど、いいね、いいダメージ。いいや。おお、信じらんない。ここ一気。効果は今一つだ。これ隙がでかいんだよな。ジャンプで避ける。OK。はあ、まだ出てくんのね。いや、それやばいな。愛者で避けて。六。チャス。ビタイ。また使えない。早く回復しよう。どうや。うわ、ドッグ。立て直すという。行け。行ったそうだけど俺も行ったい。あー怖い。雑魚の数よ。六。すべてを貫いてみせましょう。はい。かけます。もらった。一気にとどめよ。おお。それがやばい。それやばい。それやばい。ビリビリ。六。はい。ジャンプ。逃がさん。ジャンプ引っ込む。おや。しまいじゃ。ダメ。どんなもんじゃい。キャンセルされた。でなかなか鬱陶しい。麻痺やばいね。叩き潰す。よっしゃ。力を貸せ、覚悟しろ。見る、行くよ。おりゃ。限界を超える。うわ、決まったな。あ、ジュダがいなくなってる。あの先か。はあ、強かった。ボメン、ボメン、ボメン。無謀斬り、装備変更、ボメン、ボメンあるね、ボメン。ごめん、強いよ。ギオージも来てるけど、これヘカトンケイルだけだな。来た。36、26、強いな。2、3、4、5、溜まってる。ギオージ。
か力の本流っていうやつを覚えたな。どれだ、多分愛者だと思うんだけどな。違う、これじゃない。違う、どれだ、愛者じゃなかったのかな。とりあえずこれ覚えよう。イエス。で、残り2。クリティカルでしょ。切り替えの後を、あ、愛者の記憶3がある。どこだっけかな。攻撃当たったら増加でしょ。あ、これがあれか、いや違うな。短くなる、あ、これだ。チェンジ後の隙を、攻撃でキャンセルできるようになる。これですね、これ。コイン、攻撃当たった時に確率で即死が敵に発生する。即死とか、結構まだ技いっぱいあるな。あ、これもいいんだよね。技変更、キラン演武で、ザーフ、ザーフ、同調率、うん、帰国しかした時に発生している状態異常を全解除し、自分の周囲にダメージを与える。超いいね。ウィンドミル、壁は敵を近づけず弾を消滅させる。怖い、超強いじゃん。4、あ、いけるな、行くじゃん、こんなこんなん覚えるに決まってんじゃん。ウィンドミル、イエー。で、ちょうどよかった、これでアイシャとザーフさんは技を4つ覚えたね。へー、ギオージュ、同調率が高いほど状態異常耐性が上昇する。いいですね、ええですな。通常攻撃とジャンプ中に行う攻撃の威力が上がる。ああ、これ重要だな。ああ、でも覚えらんねえや。3なんだよね、ここね。敵の移動速度が低下する。この技は帰国中のみ発生する。なるほど、他は？あ、これは欲しい。で、ロックオンした敵に当たった攻撃はクリティカル率が上昇する。はい。ロックした敵に当たった攻撃はひるませやすくなる。なるほど。シュパルノーバー。あ、でも各あれだね、各種のやつらにあれ、これだ、これを全員覚えさせたい。使うんじゃなかった、しまった。無のあれが1個、それを消費してまで覚えるかっていうと、ビルはいけるそうだな。どこだっけ、チェンジ系はどこだい。攻撃用の隙を通常攻撃でキャンセルできるようになる。まあ、こういうキャンセル系重要だよね、やっぱりね。短くなる、短くなった後の隙を減らしたいんだよ、私は。こっち系はないのか。
ないぞ。攻撃力上昇でしょ？違うんだよな。チェンジ後の隙を減らしたいんだよな。とりあえずまあいいや、こっち覚えて。ビルはキャンセル系が覚えるとだいぶ強くなると思うんだよな。これも覚えるか。ないな、ビルは。あ、これにつけないんだ。いえ。ないよね、こっちの方もね。ガード中は戦闘不能にならなくなる。これは強い。ガードが破壊されづらくなる。この技は帰国中。ガードが完全に防ぐとかないんですかね。ええ、欲しいですけどね。こんなもんだな。ウィルはちょっと取ってよ。取っとく取っとく。でこのまま進んじゃってもしょうがないんで、ここで世界渡りするぞ。あー、暗い。しないとね。うわ、こっちもあんのかよ。ここなら安全。よし、これ上行くと何？どこに出てくるのこれ。あ、ここになんだ。なるほど。準備はもう大丈夫。ちょっと後ろの世界だけやってきてしまいたい。世界渡りするぞ。魔物が最強を味方にできれば。でこれで縛り解除。だからバッコ。気絶不要、毒不要、気絶不要はいるな。ここは物理法則の不審者。行け。はい。行ったそう。行ったそう。そう。いや。お、金だ。ボーメン。そうだ、ボーメン装備してたっけ俺。あ、装備してたか。はあ、でここが。今のうちに準備しよう。で戻る形だなこれな。はい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 、戻ってきたのかな。刀の錆になりたいのかしら。完全に愛者いろいろだもん。敵はいなそうだな。バーコ。準備はもう大丈夫。無能鬼玉。そうか、ボス戦も別に裏に行ってもいいのか。そうすると裏の効果が乗るもんな。隔離用な。隔離用では壊れないから。オッケー。なんだ、なんかいる？違う、単純にあれだ。リンネが引っかかってるだけで、新しい技は？はーん、なるほどね。
そういう感じか。はい、じゃあまあまあまあ、とりあえず前半ここで終わりにしとこうかな。後半はこの続きからやっていきたいと思いますので、お楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会う時はゲームの高見だ。